ねえ、もう明日になったよ、堀くん。まだだよ、さっき今日になったばっかりだから。昨日もそう言ったよ。昨日って今日のこと？昨日は昨日だよ。明日になったら一緒に行こうって約束したじゃん。もう今日が明日だよ。ほら、今自分でもそう言ったじゃん。いや今日じゃん。いや今日って明日じゃないの、わかる？わかんないよ。わかるよ。え、別れようって言った？言ってないよ、バカ。バカって言った？それは言った。おい、ちょ、おい、やめろよ、お前。ねえ、お腹空いた。コンビニ行こう、コンビニ。ねえ、もうこの時間いつも同じ店員じゃん。もう絶対顔覚えられてるよ。あの店員さん、顔なんか覚えてないって。それに覚えられててもいいでしょ。一人で行くよ。じゃあ。じゃあ待って。もう行く。行くから。じゃあ待って。さあ、いつもと違うコンビニ行こうよ。なんで？この辺他にあったっけ？いつもと違う肉まんが食べたいの、限定のやつ。青いんだって。何それ、絶対まずそうじゃん。今日だけね。今日は星見えないね。この雨じゃ無理だよ。じゃあ流れ星は？もっと無理だって。どこまで歩くの？わかんないよ、行ったことないもん。あのさ、ん？ちょっと、やっぱ冷えるから。いいって。いいから。こっちにコンビニないよ、戻ろ。戻るってどこへ？戻りたくないよ。明日になったら一緒に行ってくれるって堀くん約束したよね。もう私、何度も同じ夢を見て、何度も同じ日が来るのやだよ。明日になったらさ、幸せになれるはずだったのにね。葵は幸せじゃない。俺は葵を幸せにしたくて、あの人、分かってるよ。だから一緒に行こう。分かった。もうへりくつ言いません。今日が約束してた明日だから、上着着てよ。鼻かいよ、風邪ひいちゃう。今さら風邪とか。はい。ん？あ、流れ星。え、嘘。ほら、どこに流れてる？どこ？堀くん？8月に男性が水死体で発見された事件について、
先ほど男が警察に出頭してきました。男は堀高弘26歳。男性を殺害したのは自分で、一人でやりましたという内容の供述を始めているということです。警察は殺人事件として近く立件する方針です。さて、ようやく寒さも和らいでまいりました。今日はご家族や恋人同士でお出かけになってみてはいかがでしょうか。今日も一日頑張りましょう。